はい、皆さん、こんまくり、将棋 VTuber の高坂まくりです。それでは本日の詰将棋やっていきましょう。本日の問題はこちら。さて、どうですか？まだ解けてないよって方は、解いた後に続きを見てくださいね。なお、本日の問題は、駒余りが発生するタイプの実戦型詰将棋となっております。うっかりしやすい筋がありますので、それを気をつけてみていきましょう。さて、それではやっていきましょうか。さて、初手は2二銀と王手するしかないですね。そして1二玉となって、2一銀ならずだと、横上がられて、これは詰まないですね。そしてこの形、さあどうですか？詰将棋ね、よくやってる方だったら、必ず見たことある形じゃないでしょうか。パッと見て、お、これ、詰んでるやん。簡単簡単って。金を打った方いないでしょうか。同桂と取られて、銀ならずで一見詰みそうに見えるんですけど、よく見てください。5一に飛車がいますので、これは同飛車と取られてしまって、すいません。さあ困った。どうしたもんかというところですけども、このね、形ね、もう一つの詰み筋があるので、それをね、今回は知ってもらいたくて、作りました。これが、1一銀成と、この香車を取る手があるんですね。玉が逃げる手に、1二金と打ちまして、詰め上がりという形になります。まあ、香車が余るんですけども、まあ、実戦ではね、何の駒が余るかっていうのは分からないので、まあ、実戦型ということで出させていただきました。さて、どうでしたか？皆さん解けましたか？解けたって方は、高評価ボタンお願いいたします。失敗したわ、詰ませなかったわ、悔しいって方も、涙を拭いてもろて、高評価ボタン押しといてください。そしてまだの方はこの機会にチャンネル登録もしていただけますととっても嬉しいです。それでは本日の問題はここまで。ご視聴ありがとうございました。おつまくり。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。